どうも皆さん、こんにちは。キョウキョウです。今回はですね、ネタ動画です。私今ゴールド2でやっているんですけれども、防衛施設カンスト、ヒーローカンスト、そして壁カンストの村に会いましたので、そちらをですね攻撃してみました。もうほんとネタなんでね、そんなねゴワイプでガチ攻めしたっていうわけじゃないです。早速見ていきましょう。こちらですね、ボンつってね、これですよ、こちらですよ。このもうね、やばいですね。はい、もうすいませんね、もう編成見てもらえば分かるんですけども、もうババアですね、もうババアちゃに。でさらにこれ適当なのが、あのウィズをね、あの援軍用のウィズをちょっと持ってったんですよ。でもうそこでもうめんどくさいからウィズ出しちゃってるっていうね。はい、もうそしてもうほんとね、ほんとも適当ですね。ほんともうすいませんね、こんな久しぶりの動画がね。ただ単にそのダクエリが外に出ていたので、やったんですけれども、やばいですね。もうこんな村見たことありますか？この生涯あったことありますか？こんな村にゴールド2ですよ。はい、こんなの普通にチャンピオンリーグの普通にもうあれですからね、一番そのクラウンランキングっていうか、そのプレイヤーランキングのワールドランキングで乗っちゃうような敵ですからね、これ。はい、もうやばくないですか？まあね、これほんとネタなんで、ちょっともう一度見できまあほんとネタですね、すみません、ほんとに。ただこのただ単にそのダクリ取りたかっただけっていうね。いや、それにしてもね、やばい、もう黙っちゃいますわ。もう青壁の硬さですよね。ここにウィザード4体ぐらいかな、でアチャクイとアーチャーがめっちゃいるのにかかわらず、とんでもない、パワー、もうめっちゃヒットポイントが高いですね。やばいですね、もうこのヒットポイントは。いや、本当にすごい。こんな村ね、やばいっすね。はい、まあ、はい。ということで、もうこんなね、もうネタですよ、本当に。すいません、本当にすいません。そして前回ですね、最後のそのクラン戦実況の最後のとこに行った、これ攻めますって言ったところを攻めようと思ったんですけれども、他のクラン目の方が星にちゃんと取れていたので、その動画はちょっと、なくなりました。はい、なくなりました。ということでですね、今ですね、まあこれ雑談なんですけどね、今クランにですね、ロジックという方、まあ最高クランランキングは36位かな、確か36位の方、もうワールドランキングですよ。そのクランランキングに乗っていた方がですね、2人、ゴエモン JP のに、クラン戦の助っ人として来ていただいてですね、ただいまクラン戦をやります。はい、やります。ということで、ご視聴ありがとうございました。